最近触れたかったけど触れてないところがあって、はい、すごい当たり前に使うワードで、うん、外しって言うじゃん、はいはい、今日の外しはここですとか、はい、それこそ雑誌とかでもさ、あります、ね、外しポイントとかってあるじゃん。でも外しって結構ちゃんと説明するのも若干難しかったり、まあ、ちょっと自分でここ外してますっていうのちょっと恥ずかしかったりするのもあるから、まあ、言うことはなかなかないっすよね。そう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 。でも外しとは何ぞやみたいなところってなんか分かりそうで分かんないところもあると思うし、で俺らもあんま分かってない可能性もあるんだけど、まあそうっすね、でも自分たちなりの外しみたいな話ちょっとなんかできたらなと思ってて、はい、なるほど。え、どう？外してる普段？いや、なんか意図して外してるのかどうか分からんすね。え、それ結果外してるってこと？いや、結果外してたなっていう時はありますけどうん、うん、なんかまあこれとこれ、まあ、あーってなって、うん、あ、なんか外出て、うん、あ、なんかちょっといい感じになってるなっていうのは、あ、なんかこれがちょっと普通と違うからかなっていうのはたまにありますけど、なるほど、結果としてなんかちょっとこういう感じかなって合わせたら、あ、ここがポイントになってるのかなみたいなところがあるってことね。まあ、でも気にしてるかもしれないですね。言われるとやっぱりガチガチに決めすぎるよりは、うん、その意識はしてるかもしれないです。毎日スタイリング組む、例えば今日とかだったらこれめっちゃ恥ずいよねなんか僕の外しの定義だとちょっと違うテイストのアイテムだったり、うん、違うカラーリングのアイテムを取り入れるみたいな、うん、で今日はその違うテイストのアイテムを一応取り入れたスタイリングで、はいはい恥ずかしいんですけど、うん、だいぶ綺麗なパンツと、うん、割とこうポインテッドが、うん、まあ、選択特徴になってるブーツ、うん、はい、に対してトップスはだいぶやんちゃなグランジっすもんね、ボロボロっすもんね。だいぶ遊びが加わったものを、うん、まあ、最近そのボロみたいな、うん、いいよね、グランジっぽい服が、まあ、秋冬すごい気分だなってのもあったんで、うん、今日ちょっとこういうボロボロのアイテムも綺麗な素材なパンツとブーツっていうのは自分の中で最近気分な外し方みたいな、なんかあれか、その、まあ、そういうボロボロの服に、はいはいはい、そこのコントラストをしっかりつけるっていうところが外しポイント、はいはいはい、すごい綺麗に解説してくれましたよ、僕の今これすげえ恥ずかしい回だな恥ずかしいっすよね。順番に、まあ俺も確かに俺も今日外してんだけどっていうのもなんか嫌なんだけどそうですね、それはそうっすね。なんかあの、まあ、ジャケット着ること多いんすけど、まあ、レザーシューズ履くだろうなっていうところで、はい、まあ、あの前回も紹介したアリゾナで、なんていう、よりカジュアルな方っていうところで、うん、あの、あ、合わしてるところが外してるのと外してますねあとあのインナーの T シャツ結構割と、なんて言うんだろう、そのコットンライクなものじゃなくて割とクリーンなものが入れること多いんですけど、ちょっと古着 あのハーシーズチョコレートのなんかそういうポップなものを入れてあげたら、なんかこういうジャケットも外してんのかな。いや、外してますよ外してますね大丈夫これ今日いだいぶ着崩してますっていう、あの外しポイントでした森谷君、てか森谷君は外してる今日？いや、外してますよ。どこ？僕は靴下っす。あ、なるほど。そう、僕デニムだとブーツ履くこと多いんですけど、はい、これドクターマーチンのソックスなんですけど、ドクターマーチン基本僕このブーツソックスしかほぼ履かなくて、ここまであるソックスしか履かないんですけど、まあ、これだと座った時とかに見えるここの足首死ぬほど嫌いなんですよ。あ、分かる分かる。素肌。まあまあまあ分かる。だからもう隠したくて、でプラスでやっぱ色は欲しいなって。うん。なので今黄色と後ろから見るとエンジが入ってるんで。面白いね、その靴下ね。この靴下は面白いですよ。シンプルにその靴下いいね。可愛いっすげえ。普段見えないとこで外してんだ。そうっすね。なんかそのこういう僕は上級者なことはできるっす。はい、何が上級か分かんねえよ、意外と逆にソックスの方が上級者ですよね。すごい一番さりげなくてなんか恥ずかしいと思った自分たちがなんか見えるところで大々的に外してますみたいな俺がいつもなんか外すときに、はいはい、めっちゃ恥ずかしがるじゃないですかあのいつも考えるのは、はい、このアイテムってまあセオリーで着るとこうなるけど、それを代理として当てはめられるやつなんだろうなっていうのは毎回考えるんだよ、うんうん、だから、まあ、今日だったらレザーシューズの代わりにこのサンダルみたいなところで、はい、まあ、ちょっとでもレザーシューズ見えするようにじゃあここはブラックで合わせて、ちょっとだけ革靴に近づくようなサンダルの
イメージ。まあ、無地着るところに可愛いものを入れて、はいはいはい、なんかシックなところに可愛さを出すとかポップな要素を入れるとか、うんうん、答えはないですもんね、これってなんか感覚の部分もあるんで、うん、そうそうそうですね。まあでも基本的に1個か2個ぐらいじゃん。1個か2個っすね。そうです ね、 ね、なんかそこに3つぐらい加わってくるとそっちが主役になっちゃうじゃん。ちょっとうるさいですから、ね、そうそうそうだよね。だからちょっとした足し引き程度かなっていうのが重要ですね、うん、きっと外すってなると、うん。今回それで飯塚が持ってきたブランドが、はい、まあ、そんなまさにこう外しコーデに使えそうなアイテムが揃ってる、はい、ブルーフキャンプっていうブルーフキャンプ、はい、ブランドを今回ご紹介させていただきたいと思います、うん、ました。知らなかったです、ね、なかなかすいません。そうだよね、2020年の春夏、去年そうです、本当1年前かな、はい、うん、から、スタートしたブランドで、もともとコムデギャルソンにいた人たちで、スタートしたブランドで、ブランドのテーマとしては新しいベーシックを追求しているブランドで、新しいベーシック、そうなんですよ。結構ベーシックなものが多いんですけど、やっぱりギャルソン出身ということもあるので、結構パターンだったりシルエットっていうのはすごくこう特徴的なアイテムが多いです。なるほど、ね、でそれプラスアートワークみたいなのもすごい特徴的なブランドで、はい、ラワバウトっていうアーティストさんがいらっしゃるんですけど、そういったグラフィックのアーティストともコラボしてるブランドです。そのデザイナーさんとお話しした時に、お住まいが、まあ、多摩川の方らしくて、デザイナーさんから、はい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 、いつもこうデザインする時に、うん、多摩川の河川敷みたいなところを行かれるみたいなんですけど、はい、まあ、そこにいる人たちのいわゆる中年男性の格好、うん、をインスピレーションしてみたいで、まあそれをいわゆる究極のベーシックみたいなこう捉え方をして、ルックも多摩川で撮られていて、あれこれやばいっすね、結構やばいっすね、これやばいよね。あでも本当に河川敷のおじさんをイメージして、これ見ると本当に作ったんだろうなっていうのがいますもんね。いるいるいる、よくわからない柄のニット着てる人、そうそうだよね、どこで買ったんすかっていう、そうそうそう、いい意味でダサいというか、なんかいなたさが感じられるような、まさにそういういなたくて外しにも使えそうなアイテムが多いので、このブランド使えば外せるそうです本当にベーシックな、ちょっとこう懐かしい雰囲気を感じさせるような、チェックシャツにまあこういう刺繍が入ったり、ワンポイントで、そうなんですよ、アルファベット、アルファベットとか言って、アルファベットって書いてある、そうなんですよ特に深い意味はないみたいでですよね、アルファベットですもんね、そう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 、なんかそれもそれですごい面白いなって、うん、なんか多分あれですよね、その河川敷にいるおじさんたちからインスピレーションされてるって言ったら、なんかよくわからないのがね、そういうてますよね、おじさん、そういうことだと思う、まあ、とそのさっき言ったラーバウトっていうアーティストとコラボしたのはこういう、あーなるほど、こういった、そうです、こういったプリント、まあアートかグラフィックを提供してもらって、うんうんうん、T シャツにこういうふうに落とし込んだりしてる、かわいいね、かわいいですよね、すごい、うん、僕もすごい個人的にすごい可愛いなと思ったのが、これもまさに超可愛い、ラーバウトとコラボしたやつ で、これ欲しいよ、ね、これ僕欲しいっす、可愛いっすよね、めちゃめちゃ、うん、超可愛い、ニットの形もいいし、そうっすよ ね、恐竜が書いてあって下にラブって書いてある、恐竜ラブね、恐竜ラブあのね、俺めっちゃ恐竜好きなんで、俺も恐竜めっちゃ好きなんですよ、恐竜っていいよね、恐竜いいっすよ、ジュラシックワールドとかめっちゃ見てますもん、いいよね、恐竜柄ってさ意外とないのよ、はい、ないっすね、意外とないっすね、だからそれをしかもこうニットにこう大きくこうフロントにあるっていうのもなんかこう超いい、超ある意味新鮮で、わかる、ほんと普通のベーシックなんですけど、こういう色合いがすごい特徴的な、うん、ちょっとあの平面的な色落ちした立体的のないそうです ね、 ねデニムっていうのはなんかその他のブランドさんにはあんまりないすごい、うんうん、あのいいポイントかなっていうところで、はいはいはい、ビームスも今シーズンから推していきたいなるほど、ね、ブランドビームス原宿店のみで1回スタートさせていただいております。これだってなんかスタジャンっぽいですけど、ちょっと、まあ、ちょっとこうショート短丈で身幅ゆったりめのこういう背中に大きくマンって書いてあるそうそう背中にドンっていう感じと、ね、マンメイド可愛いですね、マンメイドすごいですね、あとこういうこれコットン、コットン、コットンニットみたいなものですね、デザインも、アースフレンドリームーブ、これもまああの深い意味はない
いいね、いいね、いい、すごくいい、そうなんです、いいっすね、すごくいい。なんかさ、まあ、メンズならではなのかなと思うんだけどさ、もう洋服に背景とか歴史求めすぎてたなっていうのもあって、うん、まあそうっすね、この年代のディテールがどうとかさ、このスタイルだったらこのカルチャーがどうとかさ、はい、なんかそういうのやっぱ好きじゃん俺らも、はい、好きですね、確かに。でもなんかもう今ってそういうのを深掘りして、はい、それを背負う時代じゃないのかなっていうのもあるから、はいはい、なんかその意味ありませんみたいなやつめっちゃいいと思う、まあ、なんかもっと感覚で服着た方が楽しいんじゃないかなっていう時もあるし、ね、うん、なんかもっと楽に着れるなっていうのは、はい、なんかこれ今説明聞いてるだけでもちょっと思った。森谷くんどれが気になった？僕すっげえ昔チェックシャツめっちゃ集めてて、あ、学生の時なんか俺森谷くんはこれとかも似合いそうです、すげえ似合う、15、6枚ずっと着たんですけど、そう、めっちゃ好きで、僕このタグに書いてあるメンズウェアっていうのもなんか好きだなと思ってめっちゃいいね、確かにこれめっちゃ良くないですか、メンズウェアってすごいっす。なんかアメリカとかのさ、どっかのスーパーとかに売ってるようなさ、ね、タグの感じだよね、確かに確かに、なんかそういうの可愛いよね、はい、俺女の子がお父さんへの贈り物で買うのもありだなって思いますね、このブランド。おしゃれだし、確かに年相応にも合わせられる、ね、デザインだからって考えると、だいぶストライクゾーンは広めに捉えた。いや広めだと思います、ね、いろんな方に。だ俺らもこういうの見てすげえいいなと思って、はい、なんかお父さんも着てほしいかもとか思えるブランドってなくない？ないっすね。 それすごいよね、はい、コンセプトとしてある、はい、多摩川の中年男性みたいなところを、はい、若い人が着るから外しにつながるかなっていうのはまさにちょっとあるんで、これをどういう風にコーディネートしたらいいかっていうのを試してみたいんですけど、はい、外しの正解？そうですね。コメント欄がにぎわうと思うな。いやいや外せてねえよとか言われて、外しじゃねえしとか、そもそも外してるけどダセえしとか、なんか言われる可能性あるから、まあ、あるんで、ちょっと本当はあったかい目で、そうだね、あの見ていただきたいな。あくまで僕たちが思う外し、めっちゃ予防線張ってるけど。今僕らが来てるのが、まあ、王道って言ったらどう、はい、いいのかな、まあ、まあ普通に合わせたらこんな感じだよねっていう、うん、なんか例えば森谷くんのやつだったらちょっと古着っぽい色味のウエスタンシャツ、はい、でそれに、まあ、こういうリジットのデニム、うんうん、で、まあ、ティンバー、まあ、いわゆる、まあ、アメカジのオーセンティックなスタイルなのかなっていうところで、ね、飯塚はそうですね、自分は逆にあのちょっと綺麗な印象を与えるような飯塚の綺麗ってちょっと概念ずれてるけど割とそのデザイン、まあ、シンプルなものを選んで、はいはいはい、ナチュラルカラーのコットンニットにちょっと綺麗なスラックス、はいはいはい、合わせて足元も革靴っていう、革靴、ね、はい、まあ、割と綺麗めなものを、うん、まあ、絶対無地のニットって着るもんね、まあ、そうですね、だから王道なのかなって、はい、まあ、僕も本当に超普通のセットアップ、一番わかりやすい王道ですね、そうだよね普通にネイビーのセットアップに白 T 着て革靴っていう王道例をどうやって調理しましょうかっていうところです。はい、でここからこうブルーフキャンプのアイテムを混ぜて、そう、ちょっと外すめっちゃ恥ずかしがるじゃないですか2人とも、ちょっと今1秒ぐらい曲がったな、早速着替えてみましょう。はい、はい、お願いします。お願いします。はい、はい、早速これで外してみましたよっていうやつなんですけど恥ずかしいですね、外してみました、はい、外してみました。で、飯塚から簡単に解説お願いします、はいはい、同じ白なんですけど、このブルーフキャンプのグラフィックがすごい特徴的なトップスに変えることで、はい、ちょっとこうカジュアルなことをプラスしてる外しっていう、あ、ね、クリーンすぎない外し、そうです、クリーンすぎないように、はいはいはい、あえてグラフィックの入ってるものを着るっていうのが、これって後ろは何もないんだよね、あ、後ろは何もない、後ろは無地だけど、そうなんですよ、前から見た時に、はい、ちゃんとそういうのにバランスを意識した、なるほど、ね、ここでちょっとカジュアル遊び心を入れた、はい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 、いわゆる外しです。コメントをどうぞ。いや、かっこいいっす毎回それしか言わねえんだよな、本当にブレないブレないありがとう、ブレない、まあ、なんかそのグラフィック入ったっていうのもそうだし、はい、ちょっとなんかその群青みたいな紫みたいな色が入ることで、はい、またちょっとそこも印象は変わるなっていうのは、そうですよね、ちょっと遊んでる感じ、はい、うん、はい、次僕いいっすか、もちろんです、あのさっきあの、まあ、革靴に普通のセットアップみたいな感じの格好あったんで、うん、なんかもうちょっとイナタックしたいなっていうのがあって、いや、だいぶイナタいっすよ、なんかこのネルシャツタックインとか、まあ、だいぶピークじゃん、いや、好きっすけどね
でなんかこういうキャップかぶって、はいはいはい、でごめんちょっと足元は勝手に確かにさっきと変わった自分で外してきましたよ。ブルーフキャンプ関係ない。そうブルーフキャンプ関係ないんだけどちょっとちょっとエゴ、はい、出してみました。なんで、まあ、まあありなしもんで出てくると思うけど一応田中流の外しということでご容赦くださいって感じです。はい、次ちょっと最後モリア君になるんですけど、はいはい、デニムを変えてもらったっていう感じですよね。とにかくこちらの方が柔らかいっす。なるほどね。もうちょっとワークっぽいか。で足元なんかティンバーの雰囲気とかとも相性がすごくいいっていう感じですかね。色味がやっぱこのアイスブルーのデニムに変わるだけでちょっとこう外しというかこうなんかより崩されたカジュアルで、うん、こなれ感が出る。そうですそうです。なんかすごいこう、うん、ちょっと今っぽい感じも出るようなスタイリングなのかなって思います。これとかは割となんかすぐ話しやすい、はいはい、多分これが挑戦しやすいと思います、ね、そうだよね、うんうん、割とシンプルにできるかなと。やっぱ色味がすごい醍醐味の外しなのかなって思いました、うん、僕を見てて。なんかもしかしたらそのこういうグラフィックとかなんかそういうのを見ずに単純なモノ的なところで見るとなんかちょっと前のストリート感とか、はいはい、なんかそういうアイテムに一括りにされそうなんですけど、まあ、ちょっとしたシルエットとかディテールとかなんかそういうところがただのストリートっていう風な感じでは、うん、片付けられないっていうか、はいはいはい、なんかそういうところがちょっと面白くていいなっていうふうに思いましたね。だいぶ印象は変えられるのかなっていうのがちょっとあるんで、はい、ちょっとよかったら参考にしてもらえたらなと思います、はいはい、今日外しをテーマにやってみたんですけど、はい、飯塚どうでしたかね。そうですね、やっぱ自分の口から外しを説明するのは何回言っただろうって話こんなことないよね。ちょっとこれ外しみたいなのはちょっと恥ずかしかったんですけど、うん、分かる分かる。なんかその僕たちが考える外しをこう少しでも参考になれば、うん、ちょっといいかなっていうのと、なんかこうお二人の外すポイントみたいなのを改めて自分がじゃない感覚みたいなところを知れたので、うん、僕は面白かったです、ね、意外とね、外しのポイントとみんな違うんだなっていうの、はい、そうっすね、すごい感じた。それは結構発見だなって。そうっすよね、意外と聞くことないじゃん、はい、2人で話してるときはお前どうやって外してんのって俺はこうやって外してんの。間違いです。そんなんないじゃん。ないっすね。初めてですよ。なんかそういうのを聞けたんで、ね、分かる分かる、面白かったです、うん、それにプラスで今日まあ知れたブルーフキャンプっていうブランドも単純にすごい好みだった、うん、ね、ちょっと森谷くん心の底から食いついてくれてるのが分かった、はいはい、大体わかるじゃん人の嘘って。大体なんとなくニュアンスわかるじゃん、はい、でもあの感想っていうかちょっと見てる感じとか見ると、あ、これは本心だなって。そうっすよね、すごい良かったなっていう、うん、まあ外すアイテムにもなれると思いますけど、うん、普通に欲しいと思える、うん、洋服にも合えたのがすごい良かったなって思いますね、うん、はい。で今回ご紹介したブルーフキャンプってそのキャッチーなデザインなんですけど、うん、特別そこに意味が込められてなかったりするところが一番いいと思うんで、うん、まあ、そういう外しっていうところに使いやすいなっていうのはすごく確かに思いましたね、うん、はい、そうですよね。なんでブルーフキャンプはちょっと取り入れるとそれだけでこなれた感じというか、はい、まあ、こなれたってなんぜみたいなこんなのになっていくんだけど挑戦しやすいブランドなのかなと思うので、はい、ぜひ皆さんに来ていただけたらなと思います。はい、ということで今回の来ましたよ、総括ね。まあ、僕ら特にメンズのファッションでいうと、まあ、ある程度のルールとか、うん、なんかそういうところを勉強したり知ったりするのがなんか洋服を楽しめるのファーストステップかなと思うんですけど、はい、うんうん、その次のステップ、面白さがもうちょっと広がる要素としてそのルールを自分たちで壊していくというか、うん、逸脱してみるっていうところがもう一回楽しくなる要素なのかなと思うので、外れることを恐れずに外してほしいっていうかなんかトライしてみないとその先見えてこないと思うんで、はいはい、で結局なかなか正解って分からないところもあったりするんで、ちょっとある程度ルールを知ったなとか、うん、あ、こういうの勉強してきたなっていうところがあったら次は恐れずに外そうっていうところが今回の総括になるんですけど、どうですか。まあまあなんて74点まあ俺は75取れれば十分だけどな全然いいわ。いいっすね